あれかい、やっぱり後半になるとボルテージが上がってくる。そうだね、なんか最初の方見てると、ああなんかお客さん乗ってくれるかなとかすごい不安だったんだけどね、はい、人もこんなにたくさん来てくれるしね。俺らももっとね乗らなかったらダメだよね。そうだね、まあなんかね、ここってすごくね特殊な感じがする場所でね、あのみんなお客さんだけじゃなくてドラムの、あ、他のメンバーも見えるんだよね、ここって、うん、なんかすげえ。だからね、みんなが乗っててね、メンバーを弾いてる弾いてる弾いてる、俺なんか下手くそみたいな感じになっちゃってね。まあ2曲続けてね、恋絡みの歌でしたが、皆さん恋してますか？恋してます、してる、おー、すげえ、してますか？本当にしてますか？奈々ちゃんさあ、次の曲なんですがね次の曲なんですが、ちょっと熱くない？奈々ちゃん暑いです。暑いか、ちょっと脱ぐか、ごめんね、脱ぐか、ちょっと全部脱ぐのって聞かれてる。ちょっとね、ちょっと持っててもらおうかな。いや俺さ、ライブの時って絶対長袖で着るっていう風に決めてんだよね。いやー暑い。ちなみにこれあのリードってあの西田キッコン君のジャケットです。借りました。みんな清掃してきたんだよ今日。ちょっとね、ちょっとね、最初俺スーツ着ようと思って背広だけど、なんかかっこいい系の中にセールスマンみたいな感じになっちゃうから、昨日急遽ね、やめて、服ねえかなと思ったけど、ないんだわ、持ってなくて、服持ってなくて、まあ、昨日一個にね、メールしてジャケット借りたわけですが、どうかな、みんな、盛り上がりの方は。お、誰かな、今のは。でもみんなね、こっから見てる限りですごく調子が良さそうなので、調子良さそう、これからが本番です。もし後ろのね、方にいれば、どうぞどうぞ、よかったら全然一緒になって、はい、暴れてくださればね、全然。やっぱライブ来たからには楽しんで帰ろう、ね、あ、それ俺プレスの MC に言おうと思った。おさあ、次の曲はね、ちょっと2曲続けてまた聴いてもらうんだけど、はい、未完成なんだよね。これ俺らいつやっても未完成なんだよね。いつやってもね、できてないんだよ。なんでなの、皆さんの力が必要なんです。お、どんな風に？まあ一曲目やる曲にはですね、あいやあいやあいやいやささというフレーズがあって、それを俺の後にねリピートしてほしいんですよね。お、はい、いいじゃないですか。二つ目もまだ未完成で、二つ目はまあフローの GO という曲で、バーンってね、言う時があるから、そこでみんなでワン、ツー、サッ、バーンみたいな感じで飛んでくれたら嬉しいね。あんまこうやってやったら、周りあるからね、ダメだよ、ダメだよ、喧嘩だよ。真上に、ね、真上に、ヒヨ、お前、バーンって。あと、オカマ飛びみたいなのやめよう。そうだね。じゃちょっと練習、オカマ飛び普通にね、これやったけ隣当たっちゃうから、まっすぐ飛ぼう。さあ、じゃあちょっと練習、うん、1,2,3,4 で飛んで、4で飛んで、うん、じゃあ俺リズムやるから、ちょっとシンバルと同時に、オッケー、はい、ちょっと練習バーンって、ちょっとさ、1,2,3 バーン、1,2,3 バーン、オッケー、じゃあ3回やるよ、3回、いいよ、飛ぶよ、せーの、3で、1,2,3バーン、1,2,3バーン、1,2,3バーン、 OK! おい、したらもう体動かしてるから、もう声の方がきっと出るでしょう、自然に。そうだね、俺、合図するんで。じゃあ、行きますか、楽しんで完成させちゃおうぜ。 OK! I'm not a man, 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 I'm not a man,
やばまずいよね。とりあえず俺なんて見るんで一緒に楽しんでいこう。さあ何か見ろ生でしゃいふうだ見つめたらしい生で目が見さあ何か見ろ映画なんてふうどうせでわかれず見たよこの子もらう愛じゃないなんてなどうか俺がどこかへ並べてそう思う残るよ君なんかただどうか閉じて最高愛が愛が愛がいや最高愛が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 ただ愛が
ありがとうございます。正直言うとこれ昨日合わせました。初めてね。まあこれさっきやった夢っていう曲と、うん、今の曲とこれからまたねゆく新しい曲やるんだけど、昨日初めてね俺インフルエンザかかってねびっくりした。なんかねテストの最終日にさ、奈良ちゃんどこにいるのって聞いたんだよ ね、 三浦ちゃんに聞いたら、あ、帰ったよっつってまあそのインフルエンザにも、あ、いいよ、トークの最中は疲れてた、しゃがんでもいいし、うん、え、ただ戻るのだけは寂しいな、ちょっとね今の言い方なんだその場にしゃがんでくれて全然いいからね、疲れたら、うん、もしね、あの具合悪かったら、そう、本当に具合悪かったインフルエンザかもしれないからね、気をつけてくださいちょっと、水飲むわ水飲む？俺がトークしろと。俺もうなんか今日のライブ2回やったじゃん、コリオリなんだよ、ほんとね。ありがとう今日、まあさっきもね、言ったけど清掃で来たんだけど、ジンかっこよすぎじゃね、ちょっと。ジンね、ジンかっこいいよね。な、どうしたのジンかっこいい、詐欺師でいそうだよね。詐欺師黒詐欺みたいな。あ、いやもう半分来た曲。5曲やったね。5曲やった。半分やりましたね。5曲か、早いな。今何時？しゃべ、ちゃんと撮られてるよ、ジン君。ちょっとポーズ撮っちゃいなよ、ちょっと。まあ、俺たち今後どうしていきますか、活動。まあ、受験ということもあってね。はい。まあ、高校にね、在学中はなかなかバンドをこうやってやるっていうのは厳しいかもしれないけど、はい、まあね、まあ、俺の夢を明かすと、おこのメンバーで俺はやっていきたいけど、将来ね、うん、大人になってもやっていきたいなと思うけど、まあ、もしそれが叶わなくても、俺はね、いつか君たちがテレビ見せたら、あ、あの人いたみたいな感じのリアクションを必ず撮ってやるぜっていう。もしね、あったら CD 買って欲しいな。そうそう、CD 出たら買ってほしいなってね、思ってて。昨日ね、銀だこ行ったんですよ。銀だこ行った。二人で。行った。二人で。デート。うん、違うよ。したっけね、うん、この人急に語り出すの。なんか、全員札幌行くけど、俺札幌じゃなくてさ、なんか違う場所行くかもしれないみたいな話を急に始めて。で、まあなんかね、さ、僕は30分ぐらいで彼のね、夢についてね、聞いたんですよ。いや、俺はね、音楽が好きだし、バンドが好きだし、このメンバーが好きだしね、うん、もちろん、門別も好きだけど、まあその中でね、笠井くんとどっちが好き？笠井くんとどっち好き？え、笠井くんと比べたら、うん、門別あ笠井くんも好きだけどね。あ、うん、で、まあそのね、5年後、きっと俺たちが英雄のCM やってるよ僕が僕でいられる。それセットリストに入ってない。そんな感じでね、俺たちがノリノリでね、この門別を撮影場所にして。お、すげえな、それはすごい、ね、英雄の CM に出てるんで、うん、アンフェアの主題歌とかやりたい、ね、やりたいね、アンフェアね見たさあ、次の曲いきましょうさあ、次はね、次の曲は、まあ、またね、2曲続けてきてもらうんだけど、はい、ちょっとね、今まではさ、みんな一緒にノリノリでやってたけど、ちょっと俺たちもね、なんていうのかな、かっこいいところをね、ちょっと見せたいなと。ないけどね、俺たちの俺の要素にはないけど、かっこいいところを見せたいと思います。奈良ちゃん大丈夫だよ、かっこいいよ奈良ちゃん。ありがとうございます。あ、奈良さんの、なんだろう、かっこいい呼び方をするって言ったらなんだろうね。なっちゃん飲み物だね、なっちゃん。さあ、それじゃあ